こんにちは、松潤さん。マスターズ E 大好き、マックスちゃん大好きの速稼塾の久保でございます。まあ、すっかりとなりきりまして、今日もカンフー着を着て一日過ごしてました。そしてこの T シャツ、武神見てないですね、見えてないですね。武神ガーン、ついにウィッシュでこれを買ってしまいました。武神ね、なんとなくかっこいいですね。イップマンの T シャツも買ったんで今度着ますね。今日はね、今日は松潤さん、あのこの牧人がなくても牧人との練習ができますよという究極の技ってほどでもないんですけども、私の体験談をお話しますね。大体牧人って 7,8 万するんですよ。高いやつだと 2,30 万します。問題は金額じゃなくてどこに置くんやって話ですよ。これね、言ってみれば丸太棒があるようなもんですよ。しかもこれね、私のやつは、28キロあったんで、今2階にいるんですけども、2階に持って上がるだけでも修行だったんですよ、これ。アマゾンからね、配送の方が届けてくれたんですけども、相当重かったと思いますよ。こんなの。ね。で、箱、こんなでっかい箱に入ってきたんで、多分多くの方は、ラブドールだと思ったんじゃないかなと思いますけども、まあ、愛してますからね、牧人を。ラブドールと言ってもいいでしょう。武骨なラブドール、それが牧人でございます。まあ冗談はさておいて本題に入りましょう。じゃあ牧人がないのにどうやって練習するんだって話になってきます。ちょっと一段落としますね、これね。牧人がないのにどうやって練習するんだ。空中でやることもできます、もちろんできますよね、マスター G。 しかしいまいち空中ってのは慣れてないうちはなんとなくね、なんとなくこっぱずかしいもんですよ。部屋で一人でやってても。じゃあもっとこっぱずかしくなるように部屋のいろんなところを使って牧人の練習をしようってことになります。じゃあ移動しますね。ぐるっとこうやってね、マチュンさんのところにもドアを開けている部分があると思います。こうまさにここが牧人ですね。まあ腕は出てないんですけども、出ていたと仮定して1だ、2だ、3だ、4だ、5だと打てるわけですよ。5だとね、まあ5だ、本当にややこしいと思うんで、まず1だからいきましょう。まずはこのチョップを後ろからいきましょうか。このドアを開けたところに向かってチョップをね、空手チョップをエイヤーとやります。ちょっと見にくくてすいません、鏡とかがついてますんでね、これね、鏡がついてます、見にくいでしょ。エイヤーとやりますよね、これはチョップで、こっちからもチョップをやります。こう、こんな感じです。だからこの柱を両手で挟むようにパーンとやりますね。これだけでなんかおカンフーの修行してるって気がするんですよ。これだけで気持ちいい。パーンで、次なんですけども、次はね、牧人とはちょっと違うんですけども、このこっちのね、左の手をこうこっちにつけます。で、右手は下にこういう風にやるだけです。もうちょっと下ろしましょうか。とりも遠くから見せた方がいいかな。この辺りですか、この辺り。第1打いきますよ、第1打。はぁでしょ。第2打、はぁですよ。はぁ。手の甲とこっちの手でこう。だから右手だけ見ると、こう、こう打つことになります。左手はこう打ってこうですね。はぁ、はぁ。なかなかそのままなってるでしょ。はぁ、はぁ。で、3つ目は、こっちです。空手チョップですからね、こうですからね、はぁってなりますからね、はぁはぁ。こんな顔もね、やっぱり勝利にお願いしますよ、うん、まあこんなところでしょう。3打打ったら汗だくでございます。で、慣れてないうちはこの第1打をね、何回もやる、はぁはぁ、こっちやりますよ、はぁはぁはぁね。で、第1打ばっかりをやります。はっ、第2打、はっ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 、で、いいです。はっ、はっ、これで第2打ね、2打、1、2、3打目はこうですからね、ほうとね、このチョップでこの顔のところこういくわけですよ。だから1打目で防御、2打目で防御、3打目で打つですからね。
だから2打目で相手がもうね攻撃する戦闘力を失ったら3打目は寸止めです。寸止めして風だけがブワッといって、この髪の毛がブワッといくね。イップマンのパート2であったでしょ、バーッと風がいやそんなとこですかね。なんかヘトヘトになりました。48歳ありがとうございます。いってらっしゃい。